今年のミス浜松コンテストでグランプリに選ばれた女性に、商品の輸入車の1年間利用券が送られました。今年のミス浜松グランプリに選ばれたのは、浜松市中区の大学生、中谷麻里奈さん、21歳です。浜松 BMW 本社ショールームで、藤物産の厚見誠社長から、 BMW1 シリーズの車が1年間利用できるパスポートが送られました中谷さんはミス浜松コンテストが開かれた浜松祭りから浜松の顔として PR 活動に励んでいます